義弟の妻は、義弟がメンヘラ仲間とプリンしたのが原因で、ブチギレて離婚。義弟の子供たちは成人したが、無責任な父親を嫌って、全員行き先を隠して逃亡中。そんな状態なので、義弟が問題を起こすたびに、我が家に連絡が来る。酒を飲んでは暴れて、ポリのお世話になる義弟は、通院歴があることを理由に、壁の向こう側には行かないけれど。今まで、義弟が飲み倒したツケを払ったり、親戚や友人に、義弟が借金したお金を払ったりと、私たち夫婦は、散々尻拭いをさせられてきた。職場で上司を殴り、客に暴言を吐き、義弟は、とうとう仕事を辞めさせられた。大企業で早期退職制度を使ったので、退職金は相当なものだったらしい。大金を手にした義弟は、夜の店で豪遊し、芸者遊びをしてと、ろくでもない使い方をしていた。この調子では、お金はすぐに使い果たす。老後困ることになるから考えろ。と、夫が、義弟に説教をすると、兄貴は、俺の金を狙っているんだろう。と言いがかりをつける。しまいに、義弟は切れて、お前には、一切世話にならないから、文句言うな。と怒鳴り、兄貴とは縁を切る。と、我が家の玄関ドアに蹴りを入れて帰っていった。縁を切るのは、願ったり叶ったりなので、今まで、義弟のために立て替えた金額を、弁護士を通して請求し、ドアの修理費用も払ってもらった。案の定、すぐに退職金を使い果たして、もんなしになった義弟は、また問題を起こした。タクシーを無賃乗車して警察に捕まったので、我が家に、引き取れと電話があった。義弟が引き取り先として、夫の名前と電話番号を言ったそうだ。義弟とは縁を切っていますので、我が家に連絡されても困ります。と突っぱねてあげた。警官が困って、でもご兄弟でしょう。と食い下がってくるので、夫は、弟は自分から、我が家とは縁を持たないと言ってきました。弟には、成人すぎた子供もいますので、我が家には、責任を負う義務もないでしょう。と徹底的に突っぱねた。しばらくして義弟から、猫撫で声で金を無心する電話があったが、電話番号を間違えていらっしゃいますよ。と抑揚のない声で答えて切ってやった。何十年かの尻拭いの苦労が今終わったと、電話を切ると、心の底から晴れ晴れした気持ちになった。その後、義弟は、檻のある施設で、誰の面会もなく、余生を楽しく過ごすことになったらしい。